どうもこんにちは、チャックバスです。今回は、ニューヨーク旅行までにやることということで、今回で第3弾ですね。今回は空港での待ち時間を快適に過ごせるラウンジの紹介と、飛行機機内でね必要なものを紹介していきたいと思います。まずはラウンジとはということで、ラウンジというのはクレジットカード会社や航空会社、あとは有料でね提供される出発までの時間を有意義に過ごせるような場所です。内容といたしましては、ソフトドリンクやアルコール、Wi-Fi、シャワー、軽食などを提供してもらいます。それでは利用条件ですね。もちろん無料ではありません。基本的に国際線の ANA の国際線のビジネスクラスのチケットを持っていると、航空会社をやっているラウンジですね、入ることができます。その他はプライオリティパスっていう、本当にこれはラウンジを使うだけのパスですね。あとはクレジットカードのゴールド会員を保有していると利用することができます。で、有料ラウンジは普通に、現金でね対応してくれたり、カードラウンジも中には現金で対応してくれるところがあるっていうのを聞いたことがあります。それでは簡単に、インターネットのホームページをですね見ていきたいと思います。今回は成田空港で紹介させていただきたいと思います。有料ラウンジ、クレジットカード会社のラウンジ、航空会社のラウンジですね。一応有料ラウンジを軽く見ていきたいと思います。こういう感じですね。この有料ラウンジ、はですね、この出国手続きエリア後、あともしくは出国手続き前のエリア、2つ分かれてますんで、そこら辺のチェックもね合わせてしていただけるといいと思います。まあ、なぜかっていうと、まあ、簡単に言うと出国手続きを、これは出国手続き後のエリアなので、まあ、出発までねゆっくりされてるといいと思うんですけども、出国手続き前のエリアだった場合はもちろんその後に出国手続きをしなければいけませんので、まあ、ちょっと時間に余裕を持ってねこのラウンジも出られることをお勧めします。まあ、営業時間とあとはですね大人1200円で、サービス内容はコーヒードリンク等々、まあ、無料 Wi-Fi 等々もあると思うんですけども、あとはあれですね、アルコール自体は基本的に有料になっていると思います。まあ、こういう感じでね、まあ、ゆっくり過ごして、いられる、待合室みたいな感じで、イメージしていただけると分かりやすいかもしれませんね。次に、航空会社のラウンジを見ていきたいと思います。私事なんですけども、次回ですね、私ニューヨークに行かせていただくんですけども、その際にはビジネスで初めてニューヨークに行きますので、今回はね航空会社のラウンジを利用できることとなります。ANA 等々の、加盟の航空会社のビジネスクラスのチケットを持っている場合は、この ANA が、ラウンジですね利用することができます。こちらチケットとね ID を持って、搭乗券ですね、搭乗券と、パスポートを持っていれば、使うことができます。はい、まあ、こちらはどっちかというと、クレジットカード会社が、行っているラウンジで、有料ラウンジもう一つ、それよりかも少しサービスがいいと基本的には言われています。でも私自身もちょっと使ったことがないので、まあ、また使ったらレポートとしてね動画配信させていただきたいと思うんですけども、ちょっとどのぐらいなのかっていうのはちょっとわからないですね。まあ、こちらも、もしビジネスクラスでね行かれる方、知らない方もいるかもしれないので、もしビジネスで行かれる方はぜひ利用をお勧めします。それではね、次に飛行機内で持参した方が快適に過ごせるものを紹介していきたいと思います。エコノミークラスの場合、備え付けのものは本当に簡素なもので、エチケット袋、簡易的な枕、あと毛布ですね、あとヘッドホン、
基本的に以上になりますかね。で、まあ余談なんですが、最近私が利用させていただいた ANA や JAL は USB ポートがありました。でユナイテッド航空はありませんでした。ちょっとそこら辺もですね、航空会社によってまた違いますので、自分が乗る航空会社をよく調べてね、もし、携帯を機内で使いたい、タブレットを使いたいっていう場合はですね、充電しないと使えないものなので、予備バッテリー等々はね、必要になる場合があるかと思われますので、よく調べてから、ご搭乗いただけるといいと思います。はい、次に持っていくと便利なものはということで、話していきたいと思います。まあ簡単にババッと書いたんですけども、スリッパまたはサンダル、あとマスク、アイマスク、耳栓、あと乗り物用の枕っていう感じですかね。まあスリッパまたはサンダルっていうのは、まあ皆さん思いつくと思いますので、長時間ですんでね、ずっと靴でいると疲れますんで、それは何かスリッパだとね、持っていくことをお勧めします。でアイマスク、耳栓っていうのは本当に気になる方はっていう感じですね。私は毎回結構お酒をたらふく飲んで寝ちゃうので、あんまり気にならないですかね。あと乗り物用の枕、これはあった方はやっぱり首が疲れないですかね。で一番気にしていただきたいのはマスクですね。本当にこればっかりは賛否が分かれるんですけども、本当に賛否分かれます。でちなみに私は常にしています、機内で。乾燥がすごいので。なぜかというと、なんでこんな話をするかというと、アメリカ時代にマスクをするっていう文化がありません。基本的に真冬の地下鉄とかでもマスクしてる人一人もいません。アメリカのイメージですと、マスクイコール重症者、まあ重病にかかってる人がするっていうのがマスクっていう感じなんですね、イメージ的には。なので間違えやすいってことですね。まあ私は気にせず使ってるんですけども、まあ一つ気をつけていただきたいのは、現地に着いたらもう絶対しないことですね。もう飛行機の中で捨てていくぐらいの気持ちで利用する場合は持っていきましょう。あと一つ、もう一つ気にしていただきたいのは、以前の動画でも紹介した通り、機内は本当に寒いです。夏でも冬でも本当に寒いので、まあ、特に冬ですね、本当に寒いです。夏はクーラーガンガンで本当に寒いです。私夏の時期に3回ほど行きましたけども、まあ、毎回っていうほど日本人の方で毛布にぐるぐる巻きになってる人、本当に寒そうにしている方見受けられますんでね、ウルトラライトダウンなど防寒対策をしっかりしていくことをお勧めします。それでは最後にまとめていきたいと思います。最後にまとめるのに、なんでこの画面かっていうと、最初に話させていただいたラウンジについて、話していきたいと思うんですけども、ラウンジの中でも、クレジットカード会社がやってるラウンジっていうのは基本的にゴールドカードじゃないと入ることができません。こちらの楽天カードが、まあ、年会費2160円で、まあ、一番安くて、カードラウンジが利用できるっていうことですね。あとアメックスのゴールドなどでも、入ることができて、初年度の年会費は無料なんです。その代わり2年目以降ですね、年会費が1万2万と結構高額にかかってきますので、まあ海外旅行に行く一点だけを考えてクレジットカードを発行するのであれば、そちらの方がいいかと思いますけども、まあ、年会費2160円で、まあ、楽天をよく利用する方であればね、こっちの方がいいかなと思って一応紹介させていただきたいと思いました。まあ、このカードを持っていれば成田空港に限ってなんですけども、クレジットカード会社が運営するラウンジが利用することができます。まあ、今回は、このぐらいで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。